呼吸法や呼吸法によるチョークですね、気の連磨。合気道のような技をできる条件になってるっていうことがね、稽古するための条件なんですよ。腹を中心にしてブーッとこういうふうになると、そこが剣先のように使えるわけね。